皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。今回は最近僕が買ったものをご紹介したいと思います。今着ているこちらですね、ポロシャツなんですね。これは、ユニクロと、クリフトフ・ルメールという有名なデザイナーさんがいるんですけども、その両社がコラボレーションしているユニクロ U というレーベルがあるんですね。まあ、ここの中の新作のポロシャツを購入しました。色はネイビーなんですが、まあ、よく見るとネイビーでも深いグリーンのようなすごくいい質感に仕上がっています。まあ、率直に言うとこれは買ってよかったなと思っています。最近ポロシャツというのが少しこうトレードとして改めて注目されるようになっていて、まあ、もともとポロシャツってなんかおじさん臭くないですか。僕はポロシャツイコールおじさんが着るものっていうイメージがあって、正直あんまり好きではないんですが、ちょっとレトロでクラシックな雰囲気を着こなしの中に取り入れようという流れが、まあ、一つ流行トレンドとしてありますので、その中で言うとポロシャツというのは比較的使いやすいアイテムなのかなと思います。で、僕がポロシャツを選ぶときに、一番気にしているのは色味ですね。白とか、明るめのグレーだとどうしてもやっぱりこう定番のポロシャツおじさんっぽくなりがちなので、僕は濃い色ネイビーとか黒を選ぶことが多いです。そして、トップスボトムスですねはホワイトとかでコントラストをつけるみたいな着こなしをすることが割と多いです。そういった意味でこのネイビーのポロシャツすごくいいなと思います。で、サイズ感なんですけども、正直これ S サイズなんですが、ややゆったりしてるんですね。これはデザイナーの意向だと思うんですけど、タイトなシルエットのよりも少しゆとりのあるものが、まあ、トレンドになっているし、クリフト・フルメールさんも意識しているポイントだと思うんですが、そんなタイトじゃないところがかえって今っぽくていいのかなと思います。その代わり、ボトムスはやや、タイトめなものを履くことで、上はゆったり下はタイトというようなバランスを取るように僕は意識しています。まあ、30代40代の男性が上も下もダボっとしたものを着るのはなかなか締まりがなくてちょっと難しいかなと思うので、どっちかは細めでどっちかはややゆとりがあるみたいなバランスが僕はおすすめかなと思います。で、このポロシャツの着方なんですけど、まあ、通常であればなんかまあ第一ボタンを開けてこうやって着るのがまあオーソドックスなんですが、ここはあえて一番上まで締めるっていう着方、これもちょっとトレンドで最近やってる方が増えてるので、小綺麗にポロシャツを着るというのも試してみるといいと思います。で、まあ、春先に関しては、この1枚だけじゃどうしても寒いのでジャケットですね。ジャケットを羽織る、まあ、ネイビーのそのポロシャツの上にネイビーのジャケットを着るっていうのも全然悪くないです。同じような色味ですけど、実際に少しこう濃さだったり色合いが変わるので、グラデーションができるので、こういった形でジャケットと合わせてもらうのもいいのかなと思います。もしくはもうちょっとラフにしたいのであれば、カーディガンですね。薄手のカーディガンなんかをこの上に羽織るっていうのもいいと思います。まあ、もうちょっとジャケットよりはラフな感じになるんですが、1枚カーディガンを羽織って軽く腕をまくってあげてラフな感じを出してもらう、これでも着こなしが完成します。まあ、下それでホワイトジーンズで少しこう明るさを出してあげれば、全身が暗くなりすぎないのでいいのかなと思います。まあ、ユニクロ U のポロシャツ非常にコスパは高いと思うので、ぜひ皆さんもよかったら買ってみてください。通常のユニクロのポロシャツもいいですが、まあ、襟のデザインの形ですね、ちょっと大きめだったりですとか、サイズにゆとりがあるところとか、そういった細かいバランスが非常にいいので、もし通常のユニクロ感度であれば、こちらの U の方が個人的にはおすすめかなと思います。ぜひ試着をしてみてください。スタイリストの大山俊でした。